はい、どうも、こっち、今回またヘビーレイン、心のきしむ時をね、やっていこうかなと思います。前回は、E さん第2の試練。第2の試練である、発電所でなんか まあ、ざっと言えば、まあ、体を痛めつけるっていう、まあ、いつものようなね、試練をやってきたんだけど、あいつやってきたんじゃない？やってきて、で、またボロボロになったけど、ボロボロになって、とりあえず帰ってきて で、また治療されて、さあ次どうしようかってとこかな。おそらく E さんは行くんでしょう。やっていこう。これってあれかな？警部かなんかに変わんのかな？いや、あと2枚ぐらいない？折り紙。ねえ。いや、まだあと2枚ぐらいあるって。ここで終わんのかい？もうここで終わるんだったらやればよかったわ、前回。あ、FBI と繋がんのか。使ってやってね。あ、事件とは何の関係もねえよ。疑惑のやつだ。じゃあ職務質問されてなぜ逃げた。言っただろう。保護観察官に報告し忘れてたんだよ。無所には戻りたくねえ。大回りを見たら反射的にどうかしてたんだよ。本当か？奴の証言を調べました。少なくとも3件はアリバイがあります。結構あるな。奴なら犯人にぴったりだったのに。ちくしょう。あいつなんで犯人は、起業家。起業家じゃねえな。お坊ちゃんだナッシュよ。です。わかりました。手短だね。ショーン・マーズの母親が来ています。警部補と話したいそうです。あ、おかん。ママ数か。ヶ月前のことです。真夜中で雨が降っていました。午前 3ちょっ時とお頃、姉っぽいんだよ飛な、び込みで FBI。E さんが帰ってきて、どこへ行っていたのか聞くと、彼は溺れるとか雨のこととか意味のわからないことを言って、お、ブラインドタッチしてんね。目つきがいつもと違って、まるで彼じゃないみたいで。あ、二重人格説。関係ないかもしれません。やばいね。でも次の日にニュースで新たな犠牲者が出たって聞いて、折り紙殺人鬼の息子を見つけてお願いです。ちょっと BGM うるせえな。ちょっと BGM でいけえわ。私はカーター・ブレイク特警部補。定さこれちてはんな。 FBI のノーマン・ジェイデン捜査官。情報によると、イーサン・マーズはあなたの患者らしいですが、彼について質問を。申し訳ないが、それはできません。個人情報なんでね。何ですって？考えられね守えよ。秘義務の制約ですよ。いかなる状況でも患者について語ることはできない。俺の仕事はショーン・マーズを生きたまま見つけること特だ。にねえな、であもんこたはれ。司会なんてクソ考くらえいなんだは。よ。じゃあ説得しよう。殺人犯をかばうことになるんですよ。何か知っているなら我々に話してください。すごい悪い大きくなる、が、ちゃんと。私は協力できない。どうぞお引き取りください。協力してもらわないと、先生自身のためにも。助言。先生、子供の命がかかってるんです。知っていることを教えてください。脅迫ですか？助言しているだけですよ。そうですよ。邪人魔のだな、お子前、供のおたい。めだ。まあ、ブレイクさん。どうじゃおご。ショーンの命がかかってるんですよ。同じ知っやてんるよ、言っことてるをこ話してと。ください。警察を呼んであなたの振る舞いに対して通れねえし、不評こを申こ。し立てます。先生、俺を怒らせるなよ。俺の興味あるのは子こい供をつ結助け構るあれことだだけだ。な、乱暴だな。いい子にして質問に答えるんだな。おい。じゃないと俺は本気で切れますブレイク、もういいよ。だろう。帰るぞ。ブレイク。話してくれ。あなたにこんなことをする権利は。ブレイクさん。ブレイク、おい。こいつ嫌だ、こいつ一緒に行くの。暴力の塊じゃん。ブレイク。すべてブレイクするつもりか、お前。楽な方と痛い方、好きな方を選べ。ちょっと。どうしたの、おまん、おじけづいたか。何やっお手てのん様子は嫌の。か、子こ供いつたち犯嫌人いじゃでいいないのかよ。よ。
俺だってあんたと同じようにショーン・マーズを助けたいが、そのためなら何をやってもいいというわけじゃない。そうだな。このランバーはやめるんだ、今すぐに。帰れよお前も。じゃあ後悔するなよジェイデン。心配するな、俺は物覚えがいいんだ。なこいつ長男を亡くした時から心に問題を抱えて。おお、言ってくれたじゃん。息子の死に負い目を感じて、重い神経症みたいなものだ。歴史体のイメージに怯え続けているんだよ。なんで歴史なんだ。数週間前、いつもの診察の後に床でこれを見つけた。先生も先生で早く言えよ。彼のポケットから落ちたものだ。どうせ言うんだったら。どうせ言うんだったら早く言えよ先生も。そんなあっさり言うんだったらさ、歯を噛みしめてさ、なんかもういやいやね、踏ん張って言うんだったらさ、まあ先生すまんなってなるけどさ、そんなスラスラ言わんでよ先生。言えたじゃん。じゃああんな固くなに言わなくても、まあ守秘義務があるけどさ。手の空いてるやつ全員 E3 マーズの捜索に当てろ。24時間家を張り込ませろ。全ての機関にやつを探させるんだ。列車の駅、空港、バスのターミナルを見張れ。疑惑が逃げられないようにこの町にいる警官総動員で E さんを追うんだ。そうだ、 E さんマーズが折り紙殺人鬼だ。それはでも俺も気になってたんだよ。それ疑惑あるんだよな。まあ、あの私立探偵の話聞いちゃったからさ、まああいつが犯人なのかもしんねえけど、まあ E さんも正直俺怪しいなと思ってんだよな。なんかね、前からなんかその「ああああ」つってさ、でいきなり歴史体のイメージっていうのもちょっと気になるよな。息子だって別に歴史じゃないもんね、死因は。あっ、偉そう。偉そう。あ、お父さんかな、もしかしたら。確かあいつお坊ちゃんだったからさ。町一番の高級ゴルフクラブか。アポにしては変な場所だな。やたらいいとこだね。一体何の話をするつもりだ。ゴルフ。長い棒に小さなボール。俺には理解できないスポーツだ。俺もあんまゴルフは特にねえわ。これは興味。これは昔なじみだな。ローレンには何も言わずに来た。後で家に向かいに行った。あ、女か、ローレンは。すいません、ボディーガードさん。こんにちは。話そうぜ。ナイスショット。ありがとう。よく来てくれた、ね。ああ、もうアポ取ってんだ。コーヒーはいかがかな。結構です。ゴルフは？一度だけコースのオーナーには申し訳ないことしましたよ。うん、面白いスポーツだ。力も必要だが、冷静さと正確さも要求。まあまあ確かそうだよな。何本か一緒に打たないか。ここなら芝を傷める心配もない。やります。お、さすが。さすがこの社交性の高い私立探偵だ。なんだっけ名前。どれがおすすめっすか社長。え、ボールバスケットに。どれがおすすめっすか社長さん。社長かな、何かな君は。これあれでしょ、コントローラーしてたの俺。正確にグリップすることが大事だ。準備ができたら。正確にグリップ。 RH H 上。はい、いや押したちょっと RH LH上。はい、あ、同時に話すんだ。そうだな、やっぱゴルフだもんな。そうだな。すいません、ちょっと社長お見苦しいとこちょっとお見せしてしまって、ちょっとお恥ずかしい限りです。はい。は、なんで、なんで。社長触れないです。僕ゴルフクラブ触れないです。イップスかもしれません社長。はい、は、離しちゃダメなのか。あ、まさか、まあ握るってことだもんな、このボタンは。じゃあ押したままやればいいんだ。
はい。一応なんか気抜けてんな。まあ最初のショットだし、次はもっと強く打つといい。え、これ球技者どっち、これゲームの中リアルどっちだこれ。わかんねえ。あ、リアルだわ。じゃ一旦待つわ。まあ、やっていこうか。遠ざかっていったわ。クレイマーさん、ゴルフをするために私を呼び出したわけではないでしょう。なんか教えてよ。息子のことを聞き回ってるそうだ。ああ、やっぱそうか、やっぱそうなんだ。ええ、息子さんが折り紙殺人事件に関わってるか知りたくて。じゃあこのさ、ゲームの中でもなってんのよ。救急車か消防車かわかんねえけど。一応。だからわかんねえんだよな。はい、うまいっしょ。私の息子は事件とは一切関係ない。本当ですか。ならば私の調査を恐れる理由はない。めちゃくちゃイーサン怪しいじゃん。じゃあイーサンじゃん。君に息子を調査する権利はない。関係ないと言ったろ。教えてよ。いい人なんだから。誰を調査するかは私の自由ですよ。確かに。はい。何？もう簡略化されてる。はい。パワーゲーなんだぞこっちは。私にはそれなりの力がある。理解のある相手には礼を尽くす。え？まさか買収のつもりですか。君にとって何が得か教えているとでもしておこうか。はい。いくらなら息子から手を引くか。そんなに隠したいの？その手には乗りません。息子に近づくな、シェルミー。後悔することになるぞ。そんなに？絶対犯人じゃん。じゃあごきげんよう、クレイマーさん。もう怒じゃん。置くの早っ。もう怒ってんじゃん、ほら。明らかに動き素早いもん。もうイライラしてんじゃん。でもさ、そんだけ息子守るってことはさ、何かしらやっぱ、何かしら本当にあんのか、ただ息子がワンチャン罪に犯され、罪になんかかることが怖くて、やってんのかどっちかだよな。イーサン追われてるよ、あんた。指名手配みたいになってるよ。あ、ここか。左扉不便じゃね？なんか今思ったけど、日本右でよかったな。ね。左扉なんかおかしくないわね。左で出たら車線なんだけど。これはゲームのミスか。海外やったらそうだもんな。左車線だもんな、確か。あ、陶器のトカゲ。はい、新しいな。この古い建物にはそぐわない。はい。あ、ガラス製かよ。ガラスではねえな。なんて言うんだろう、陶器かよ。なんか入ってんのかな、一個に。落とせるやつになんか入ってんのかな。てか、またなんか外リアルがあれなんだけど。あ、鳴ってますよ。ぶっ壊してやるよ。いきなり手に入っちゃった。これ怪しいよな。まだあんじゃないの。まだいっぱいあるもんだって、これ。いや、出ねえわ。優しい。優しい設計でございます。え？こんにちは。今回の試合の割と平和そうじゃない？なんか。
そんなになんかえぐい試練はなさそうだけどね。なんか勝手に閉まるね。結構な力かっていう扉。はっ、 YouTube の再生ボタン。いや、再生ボタン考えたやつはセンスあるわ。机の上に GPS。 あ、 GPS 再生ボタンデザインってやばいよな。センスあるよな。はい、座ろう。何か追うって男から、変われすんの。またポチッとな。息子を救うためにクライスの覚悟はできていますか。5分以内に自分の指を1本第一関節から切り落としてください。成功すれば報酬が。いやいやいや、もうそれは良くないよ。無理。指を切る、無理だ。ちゃんと進んでる、やば。鋭いもの、切れ味のいいものを探す。いやでもイーさんこれやるんでしょ。何度も切るのはごめんだからな。指は切れない、無理だ。ショーンを助けるためなら何でもする。いやこれ違う、これだけは。でもこれイーさんやらないと済まないんでしょ、どうせ。イーさん、イーさん、これは切れ味鋭くないか。なあイーさん、なあイーさん、やらなきゃダメだ。選択の余地はない。ショーンのためだ。まだあんのかな。生き残りたいなら傷口を消毒しないと。ああ、傷口消毒液。いいさん、もうやめよう、こういうことねえ。あんのしょ、残り4分30秒です。いいさん、消毒液ないよ。いいさん、多分これでいけるっしょ。消毒液ないんだって。あれ消毒液か。ちょっと一旦じゃあさ、一旦消毒液置いておこう。そんな律儀申さんでもいいけどね。消毒液かな。いやー、マジか、これ嫌だわ。これマジで嫌だ。マジ見たくない、本当に見たくない。なんでこんなことさせんの。一番ダイレクトじゃん。失うこと確実だもんな、唯一。いいさん、もう俺目つぶるからな、お前やるとき。絶対見ねえからな。残り4分で。頑張れよ。頑張れよってもおかしいけど。何これ。何してんの、これ。イーさん、何を含んだ今。イーさん、行くしかないんだよな。行くしかないんだよな、これ。上って何、上って何。いやー、もういい、できねえよバカ。やめよう。見せるなよ、絶対見せない、絶対見せない、イーさん。あっ、いやもういいさ。なんで悟空みたいなことすんの。なんで悟空みたいなことすんの、イーさん。
消毒していつ消毒させてよちょっと。消毒しよう、ね、消毒しようよ、ねえ。消毒しよう。イーサン、消毒しようよ、イーサン。おお、結構やばいじゃん。結構やばいっていうか、間に合うか、これ。あ、結構埋まった。え、でもまだ2個ぐらいありそう。ちょ、イーサン、なんか酒飲んだだけなんだけど、イーサン。俺、消毒用に使ってほしかったんだけど。ねえ。酒飲んだだけになってんの。そういう用途じゃねえよ、アルコール。消毒しないとってのお前じゃん。飲んでんのよ。ねえ。飲んじゃったじゃん、アルコール。あ、あれか、また看病か。看病パーツだな。何やってんのよ。あんた小指どこ行ったのよって言われるわけだ。イーサン。結構鼻な綺麗だな。その角度いけんのすごいな、お前。かなり自信があるね。俺そんなドアップで撮られたら発狂すんだけど。了解しました。相手に着きました。あ、よし。俺が合図を送るまで誰も動くな。奴が外に出たら捕らえる。あ、了解しました。捕らえてんじゃん、もう。パトロールもたまには役に立つ。彼はあそこで何を。さあな、お前はプロファイラーだろう。犯人の頭の中を知り尽くしてるんじゃないのか。まさか。イーサン・マーズは殺人犯の心理プロファイルに合致してるとは言えない。あ、お前の理論と証拠なら陪審がどっちを選ぶか。イーサンの探してる女がいる。イーサンの車だなってんね。あの女何してやがる。今イーサンが出てきたら厄介だぞ。どうします、追い払いますか。いや待て。イーサン守りに来たのか。警察。警察。イーサンのいるビルの外に張り込んで。ちゃんと見てんね。いいね。目立たず。私は警察に知られてない。気づかれずに中に入れるはず。イーサンに教えないと。ああ、警察来てるよ。すいません、ちょっと用事あるんですよ、このビルに。すいませんね。見られてたかな今。入ってきたぞ。この住人か。まあいい、ここでうろうろされても困る。イーサン、何があったの。警察が外にいるわ。あなたを逮捕するつもりよ。他の出口を見つけないと。くそ、奴は中で何を。小指見られたらやばいって。必ず俺の合図を待つんだぞ。何か考えて、早く何か考えるのよ。これは一枚一枚どけていこうか。まあ、でもイーサンが出なかった。ああ、そうか、乗り込んじゃうのか。これ出口あるか、これ。窓から出んのかな。はい。もう。高すぎるわ。まあでしょうね。なんか踏み台ないの。踏み台。窓が高すぎる。私じゃ、うん、なんでなんで。押した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 って今、うん、頑張れ頑張れ頑張れ。もうイーサン担いで出れるかねえ。俺の合図を待て。お前は待機して。まさか。私も行きます。ドアに二人つけ。行け。危ない。
危ない、ちょっとまだ押したけどさ、開かねえじゃん。はい、さあ行きましょう、こっちを。イーさん行くぞ。イーさん早いな、反応。小指って結構大事だからね、なんだかんだね。あんまり気づかれてないけど、小指って結構大事なんだぜ。ちょ、ごめん。イーさん早く早く、イーさん早く、イーさんが出れば大丈夫だから。バレたでしょ今。バレたじゃん。おい動くな、撃つぞ。ほら急いで。ダメだ、手を上げろ。くそ、ケロ、裏道から男と女が逃げようとしてます。なんでこんなすぐバレたの。そ、中に入ってった女が下に向かえ、裏道だ、追いかけろ。あ、地下鉄行けばいいのね。地下鉄、なんでこう地下鉄絡んでいくの、いつもこのコンテンゲームてか、作ってる会社一緒か、デトロイトとつかデトロイトと作ってる会社一緒か。そっかそっか、だから似てんだ。ちょ、もうカメラ見づら、なんだこれ、めちゃくちゃ見づれえぞ。あ、FBI めっちゃ困ってる。バレるってか、追いつく距離だろ普通に。ねえ普通に追いつくくない、今の距離感な。まただ、多すぎる人混みだ。でもなんか警察張り込んでるって言ってたよ、さっき地下鉄とか。イーさんどうしたの、早く行かないと。人混み恐怖症なんだよ、イーさん追いつかれるわ。あそこ行けばいいんだな。あれ立ち入り禁止か。でも真ん中立ち入り禁止だったよな今。どけどけお前ら、どけ、おい、すまんな、どいて、ごめん、どいて。これこいつ、これお金入れたじゃんと、ねえ、そういうこと言ってやる。いや、まあ、これはまあ撃てないよな。あ、撃てないよな、お前は。プラトン四方八方から追われてる。もうすぐそこまで来てるわ。出口、イーさんを置いていけば人混みに紛れ込める最後のチャンスよ。駅の出口は全て封鎖された。急いで何か考えて、早く戦略か。線路を越えないと。え、越えられないんだけど。どけよ女、おい、女どいて、マジでどいて、まあ、女、おい、女どけよてめえ、おい、他のキャラどくのに全部どけってお前ら、おい、なんか圧力やべえ。あ、ここから行けないんだ、てか。いや、ハマったんだけど普通に。動くな、てめえの脳みそ吹っ飛ばすぞ。え、普通に今だって出れなかったんだけど。線路も行けなかったって。だって行こうと思ったけど、なんか謎の壁あったもん今。いや、あった今、あったって、謎の壁。もう失敗ではないよね。え、今行けたか。線路って選んだけど、線路を越えないとっつってさ、じゃあ越えようかなっつってさ、俺線路飛び降りようとしたけどさ、謎の壁があったよ普通に。透明な壁で、それ以降はずっと女に邪魔されて、もう女に邪魔されたっていうか、女どけても、女ここで君を裁くつもりはない。
君の息子さんの命を救いたいんだ。残り少ないが、まだ時間はある。はい、協力してくれ。知っていることを話して。闇のゲームを教えるんですか。まあ、政治のことです。腹を割って話そうか。僕は君は無実だと思う。おかしいかもしれないが、理由があってのことだ。ちょっと気悪かったな。だがこんな不利な状況では、君の協力なくして無実は証明できないんだ。あ、ちょっと気悪かったかもな。これ行けばよかったかな。ここ次回回せばよかったかな。やべえ。諦めろ、イーサン。犠牲者を増やしたところで何の得になる。え？ちょっと圧あるよ。まだ圧いるよな、多少はな。犠牲者。これを見ろ、イーサン。さあ、見るんだ。8枚の写真、8人の命が、むごたらしく、雨の中で奪われていった。これが誰かわかるか。お前の息子だ、イーサン。そう、ショーンだよ。彼はまだ生きている。話すんだ、イーサン。何か言うんだ。イーサン、言ってよ、イーサン。私は息子を誘拐しました。だが何が起こったのかを覚えていない。わけわかんない。息子の居場所もわからない。息子を誘拐しました。何？ショーンを救うには私を釈放するしかないんです。あの子を助け出せるのは私だけなんだ。どういうこと？私は息子を誘拐しました。何これ。支離滅裂だよ、イーサン。ね、矛盾だらけだ。土日の遊びちゃうんぞ。どうやって君を信用しろって言うんだ。家族サービスやんか、それだけだったら。息子を愛してる。遊んでるだけじゃん。息子を愛してるんです。ああ私を釈放しなければ息子は死んでしまう。わけわかんねえよ。時間がないんだ、イーサン。正直理由なんぞどうでもいい。俺が知りたいのはどこにショーンを隠したかな。知らない。知っていたらとっくに助け出してる。よし、最後のチャンスだ、イーサン。答える前によく考えた方がいいと忠告しておこう。ショーンはどこに。俺は右から攻めます、警部。何度も知らないと言ってるだろう。殴るぞ、またこれ。ちょっと来いよ、腰抜け。このチャンスをずっと待ってたんだ。さあ、どうした。何よ、なこいつ。おっ、やってやんよ、てめえ。おい、ちょしょんじゃねえぞ、てめえ。さあ、お楽しみの時間だ。来いよ、楽しませてやるよ。止めるよ、警察も。あんたはどうかしている。バッジを失いたいのか。本当だよ。さっさとここから消えろ。俺がお前の脳みそを壁に。警察止めに来いよ。まあ、普通に考えたら止めるだろ、こんなの。何やってんすか、警部補っつって。クソ、あいつ今回はやりすぎだ。痛めつけてマーズに自白させる気だ。奴は容疑者が欲しいだけだ。なあ、たとえ無実だったとしても。そうだよな。なんか今出たな。これ。何見てんの。好きにはさせない。すべてペリー警部にぶちまけてやる。誰ペリー警部。誰よペリー警部。ペリー警部。ペリーどこペリー。黒船の来航。あの人かな、一回会ったあの人かな、ペリー警部って。どこにいるペリーさん。ペリーさんどこ。ペリーさん、ペリーさん席覚えてねえよ。あの女知ってんじゃない。女助けてくれなあ。飲むなよコーヒーを。お前、おい、どこいる。ペリーさん、
こいねえな。でもあちょっとなんかねあれでしょ、ちょっとなんか汚い小汚いじじいでしょ。ブレイクは自白するまで殴り続けるつもりです。なんとかしてください。君にとってはどちらが大切かね。おいおい、ショーマーズの命か、それともあのクズの身の安全か。何事にも犠牲は必要なんだ。なんだこいつ、なんでわからない。イーサン・マーズは潔白だ。ショーンを生きたまま見つけたいならばショーンの捜索を再開するしかないんだ。ほんとそうだよ。君は疲れてるようだな。のしばらく休んで。手柄が欲しいんだな警察は。多分救いたんじゃないんだよ、手柄が欲しいんだよ。腐ってるわ。実際そうだ、実際多分実際そうだよ。警察って見えねえ見えねえ。ちょっと薬飲もうしちゃった。多分これ飲もうしちゃったよ。飲まない。中毒者なのかマスカー。飲んじゃった俺、飲まなかったのにずっと。あ、そういう機能あんの。でもめちゃくちゃ家住んでんじゃん。危なっ。え、やめろよ連打すんの。おいやめろよ。おいおいおい、あ、あ、ちょっとまずいぞ。フルコンプしてなんかトロフィーあるでしょ。天才ピアニストってあるでしょ。待って、はい、リズムめちゃくちゃでいいんだな。でもあ、いいスーツ着てんね。ウォッカでございます。あ、結構お坊ちゃんなのか。お坊ちゃんってかあれなのか。差し出がましいようですが、何か心配事でも。めっちゃいいですね。捜査で問題ですか。儲かってんだな。ブレイクはマーズが犯人だと確信している。あなたは。証拠はたくさんあるようですが。ああ、だがピンとこないんだ。結構パートナーがやばい。彼には心理プロファイルも地理条件も当てはまらない。8人の子供を殺して自分の息子を誘拐した父親には見えないんだ。まあまあそうだな、一理わかる。まずは折り紙殺人鬼じゃない。命をかけてもいい。では誰が。さあな、俺にはさっぱりわからないよ。持ち物から証拠を見直してはいかがですか。お、そう思っていたところだよ。大体有能だよね、こういう時の執事って。ああ、そうそう、もう一つ例のあれですが、あまり使いすぎないようにしてください。危険ですよ。ドラッグですか。とても危険です。分かってる。もちろん気をつけてるが難しいな。だんだん難しくなっていく。まあ依存だからな。気をつけないと命を奪いかねません。おい、鈴木なかったんだって。文字が嘆かわしいことです。ぼやけてたもん、見えなかったもん。いや、罰でと押したらもう飲むだったわ。押した後見えたわ普通に。あ、終わってねー。おまだあんのお前のパート。ちょっと中断されてないかな。ちょっと一旦切るわ、ごめん長えから。じゃあ、あざした